寺谷一貴の医療どうなる身近な医療の問題について考えるコーナーです大阪府保健医協会副理事長宇都宮武弘さんそして大阪府歯科保健医協会理事江原豊さんにお越しいただきましたおはようございますおはようございますまたまたお便りご紹介します大阪幾野区にお住まいの男性の方国民皆保険制度が危うくなっていますが 命の沙汰も金次第というのだけは勘弁してもらいたいですねっていう、うん、あの前回の放送でもね国が現在75歳以上の方の負担とかあと花粉症なんかの薬を保険から外すっていうお話ありました本当にこの陸の区の男性の方おっしゃること現実にならないといいんですけども宇都宮先生。はいあの2月はですねあの地方自治体、うん、あのつまり、えー、皆さんお住まいの都道府県 それから市町村で議会が始まります。はい、はい。ここで来年度つまり今年の4月からの、うん、あのいろいろな予算などを検討するわけです。うん、私たちはこの2月の大阪府議会にですね、え子どもの医療費助成とそれから高齢者の方の医療費助成の充実を求める請願署名、この署名集まったものを議会に提出する予定になっております。 江原先生どうでですすか全くその方の方おっしゃる通りですね、うん、まあ国民皆保険制度を守り育てることはですね憲法25条で保障されています、うん、国民の権利を、ね、守るための国の責務義務ですよ、これはね、うん、アメリカみたいにね命も健康も商品で自分のおかで書いってことは断じ許せません、うん、そしてまあ一歩ですごいと言ってこれは本当は国がすることですけどねいや国がするべきこと一部自治体が少し肩がしておりますね。うん、なるほどねさあ他に宇都宮先生何か 大阪も老人医療費助成制度が2年,2年前まではありましたけれども、現在は重度障害者の方に限定した制度になりまして、老人医療費助成の対象者は徐々に減らし、来年3月いっぱいでなくなる方向になっているんです。なんかもう聞けば聞くほど厳しくなる一方ですね。うん、そ,うそうですね。うん、まああのそこで大阪府のですね現在の重度障害者医療費助成の対象枠 対象者枠を広げて、うん、以前のように高齢者の方も対象になるように、うん、中度軽度の障害者の方も対象にすることを求めていっています。なるほど。またあの費用負担も以前の三倍以上になったので、これも月一千円までの負担に戻すことを求めております。なるほど。あと以前に番組でも紹介しましたけれども、子どもさんの医療費助成どうでしょうか。はい、あの大阪は子どもでなくてまあ乳幼児 にまあ限定しているんですね。ちっちゃなお子さんということだと思うんです。はいはい、中学高校まで対象者が広がっていますけれども、はい、えそれは市町村がですね、大阪府の制度の上に上乗せして実施しているということなんです。そうか、これはだから各市町村ごとってことになるわけですよね。そう,ねそういうとあの例えば兵庫県から大阪に転居した方が子供の受診でお金をこう払わなくてはならなくてびっくりしたという話もありました。え、大阪は あの全国でね無料化が進む中で,ですね大阪府の場合は大阪府の制度で,ですね、はい、2>, 2回目まで1回マックス500円という制度がありましてこれがしかしなんです、うん、私どもがどこのね大阪自治体って交渉しましてもこれをダメだって言われちゃうこれを理由にね駄目だって言われちゃうんそういうことなんですうん、うん、はいまあこれ本当に自治体によっても都道府県によっても違うってことですけどもあの私の手元にね都道府県と全国の市町村の子ども医療費 女性のこの実施状況っていうのがあるんですが。例えば近畿地方で言うと。兵庫県、京都府、奈良県は対象年齢十五歳ってなってますよね。うん、あと大阪は就学前っていうことはつまり。六歳ぐらいまでっていうことですよね。<Okay. S 1> あと全国の市町村で見ると。千五百五十二の市町村。全国の九割の市町村は対象年齢が十五歳以上。で自己負担なしっていうのが千八十九の、うん。 市町村全国の六割以上なんです、うん、で考えたら、うん、<laughs> 大阪ちょっと飽きませんねこれ宇都宮先生、はい、どうですかそうなんですだからもうこの請願署名では現在ですね乳幼児という風うになっているんですけども、うん、この対象を広げてえー、そして先ほどあの寺谷さんからも紹介があった自己負担をなくすということを求めていっています江原先生どうですか私は昨年からね申し上げていますけども、うん、全国のね小中高生の 3割以上の子どもがね学校検診で歯医者行かなあかんよと言われても、うん、そのうち半数以上の子どもが歯医者行って直してない原因はね以前申し上げましたけども繰り返しませんけどもねやはり貧困格差お金の問題が感じります、うん、そこでやはりね子ども医療費助成制度があることで歯医者行きやと言いやすいと多くの養護の先生がおっしゃいます、うん、そしてね高校生の場合特にこれ受診しっですから全国高校卒業まで医療費負担ゼロというのをぜひ実現したいところですお願いしますわ、はい、かりました まあ先ほどの資料では、ね、18歳以上高校卒業まで以上を対象にしているのはの市町村、まだ3割ぐらいなんですね 2>,、うん、2>, 2月から始まる議会でですね、まあ、子ども医療費助成の対象を広げるところがまあ少なくないと思いますね。うんとなるとなおさら大阪の助成制度が広がると市町村の対象年齢が引き上げられることも期待できますよね。このあり 皆さんぜひちょっと頭の片隅に置いといていただいて、市町村ごとに自治体ごとに違うんだということ、またいろいろと考えてみてください。合わせて番組へのご意見大募集。メールは maido@joctr.jp。ファックス零七八三六一零零零五。あとおはがきも OK です。番組へのご意見質問何でも結構です。毎月五人の方に。 1,000円分のクオカード当たりますのでよろしくお願いします。ということで宇都宮先生江原先生ありがとうございましたありがとうございました。